どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、楽天証券、au カブコム証券、マネックス証券、またね、SBI 証券がですね、クレカ積み立てのですね、上限金額を引き上げをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらをまとめていきたいなと思います。 ということで、一番気になっているのはですね、皆さんね、こちらのプラチナプリファード、今ね5、5%還元で、クレカツミタでね、利用することができていますよね。ま、あこれが10万円まで引き上げになって、またね、ポイント不要率はそのまま5%還元なのかっていうところが、皆さんね、気になっている部分だと思うんですよね。で、今回ね、引き上げが発表されたんですけども、残念ながらですね、このポイント付与率っていうのは SBI 証券ね、まだ 未公開っていう風になっておりまして、今ね、ただいま検討中みたいなね、まあそういった感じで発表されているっていう風になりますんで、先にね、言っておきますけども、SBI 証券のプラチナプリファードのクレカ積み立てのね、パーセンテージっていうのは、まだ現時点ではね、分かっておりません。このね、10万円前の引き上げになって、2.5%還元になるのか、もっと落ちるのか、もしくは5%のままなのか、 まあ、ここはね、ちょっと気になる部分ではございますけども、まだね、発表されていないっていうふうになります。まあ、これを踏まえてですね、今回の発表ね、まとめていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、まずね、楽天証券からですね、楽天証券、投資に積み立て、楽天カード、クレジットカード決済、上限金額を10万円に引き上げ、またね、キャンペーンやりますっていうのがえ発表されております。2024年から始まった新しい新任者制度は、年間投資上限額は積み立て投資枠120万、成長枠240万、それぞれ拡大さえ併用できます。NISA 講座ナンバーワンの 楽天証券ではこれまで以上に多くの方に NISA 制度を活用して資産づくりを行っていただくべき内閣府令改正を受け2020年3月10日以降の積立設定分、同年4月積立購入分より楽天カード、クレジットカード決済で投資積立上限を5万円から10万円に引き上げます。現在楽天証券では楽天グループオンラインマネー楽天キャッシュの決済で 投資に積み立ても提供しています。今回、楽天カード、クレジットカード上限引き上げることで、両決済手段合わせて毎月15万円までキャッシュレス投資積み立てが可能になりますということで、こちらですね、今回ね、楽天カードに関しては、今ね、楽天カードでも、えー、このクレカ積み立て利用することができて、またね、楽天キャッシュでも積み立てすることができますよね。まあ私の動画のチャンネルでですね、この楽天キャッシュを、えー、アメックスからね、うまく、えー ゲットしていただいてまあ、決済修行にもね当てられるということで非常にお勧めさせていただいているわけなんですけども楽天証券に関してはクレジットカードで10万またね楽天貸して5万ということで合計15万円までえ利用することができるっていう風になるんですよねで注意していただきたいのはこの楽天証券で楽天カードで,ですね今現在、えー 積み立てしている方で、で、この5万円からね、10万円に引き上げたい方はですね、こちらに記載されている通りですね、クレジットカード決済毎月の積み立て条件が10万円にアップデートっていうね、公式サイトに書かれているんですけども、楽天証券では3月10日、えー、午前7時ごとより積み立て可能ですということで、こちらね、締め切りが3月の12日なんですけども、 始まるの3月の10日の朝7時っていう風になりますんで、この動画が出ているのは3月の11日になっていると思いますので、もしね、この楽天カードで積み立て5万円から10万円に引き上げたい方は、もうこの動画を見たらですね、すぐにね、やっていただいて、変更がね、3月の12日までしかね、利用することができないっていう風になりますんで、この動画がアップされた翌日の夜にはですね、こっちら締め切られてしまうっていう風になりますんで、 この点ね、注意していただきたいなと思います。で、またですね、楽天ゴールドプレミアムカード投資信託、全力、NISA 全力応援ということで、こちらね、クレカツ立タ10万円引き上げ記念キャンペーンがですね、最大10万ポイント当たるえキャンペーンも来ております。で、公式サイトがこちらになっておりまして、NISA 全力応援クレカ積みタ10万円引き上げキャンペーンということで、こちら下に書いてあるんですけれども、まずね、このキャンペーンは、 今現時点でゴールドカード、プレミアムカード持ってない方が対象のキャンペーンというふうになっておりまして、まあ、今回より引き上げを受けてですね、まあ、後で説明しますけども、楽天ゴールドカードが一番お得になるわけなんですけども、まあ、このクレジットカードに切り替えてやりたいっていう方はぜひね、エントリーしといて、 ください。今現時点で、ね、楽天カード持っててアップデートする方はで、ね、OK なんですけども、今現時点でゴールドもしくはプレミアム持ってる方に関しては、こちらで、ね、対象外になるっていうふうになりますので、この点注意してください。で、エントリーしていただいて、カードを作成していただいて、条件を確認するということで、NISA カード、楽天カードクレジットカードによる 合計5000円以上の投資委託役手がね条件というふうになっておりましてまあこれをね達成していた方はもしかしたらねこういった感じで1等10万2等1000ポイント3等500ポイント、えー、もらえるかもしれないというふうになりますのでまあこれからね切り替える方に関してはぜひねこちらエントリーしといていただければなと思いますまあこういった感じでね発表されておりまして、えー、下の方に記載があるわけなんですけども今のところですねこの楽天カードに 関してはですね、10万円で、ね、引き上げ発表されましたけども、 還元率は変わらないっていうふうになりますので、楽天プレミアムカードだったら1%還元、ゴールドカードだったら0.75%還元、楽天カードであれば0.5%ポイント還元で、クレカ積み立てがね、利用することができるっていうふうになります。現時点ではですね、まあ10万円に切り替わっても、まあ、こちらね、変わらず利用することができるっていうふうになります。あとでね、ちょっとまとめた表をね、お見せさせていただきたいなと、 思います。それでは次にですね、こちらは au 株コム証券ですね。au 株コム証券の場合は aupay カード、この aupay のね、クレジットカード、一般カード、ゴールドカードで利用することができるわけなんですけども aupay カード決済による投資イ託積立て上限を10万円拡大3月の15日よりということで、 au pay カード決済による月額設定上限を10万円に拡大します。現行5万ということで、こちらね、利用することができるっていうふうになります。また、ポンタポイントの還元率もこれまで通り1%還元で、毎月10万円積み立てると、月々1000ポイント。 一年間で1万2000ポイント貯めることができますということで、こちらもですね、aupay カードに関しては1%還元で利用することができるっていう風になるんですよね。しかもこちらね、一般カードでもゴールドカードでも 還元率変わんないっぽいんですよね。利用可能なカードが AUPay カード、AUPay Gold カードということで、特にね、還元率がクレジットカードによって変わるみたいな、まあそういったことは記載されてないっていう風になりますんで、一般カードでもゴールドカードでもですね、1%還元で利用することができるっていう風になるんですよね。一般カード、こちら年会費無料のカードなんでね、 これはね、非常にいいですよね。それでは次です。マネックスカードのクレカ積み立て積み立て上限拡大のお知らせということで、マネックス証券もクレカ積み立てね、5万円から10万円に引き上げが発表されております。で、こちらがですね、ちょっとね、残念なお知らせになっておりまして、こちら、マネックス証券に関しては、今のところですね、5万円だと1.1%還元ということで、1%超えた還元率をね、叩き出しているということで、まあ、他のね、 SBI 証券を除きますけども、それ以外のまあ証券会社よりね、このポイント還元ちょっと高かったりするんですけども、今回10万円引き上げになりまして、ポイント還元率変更も発表されております。こちら5万円以下であれば従来通り1.1%還元なんですけども、5万円以上7万円以下の場合は0.6%還元、7万円から10万円以下の場合は0.2%還元ということで、 こちらはですね、非常に残念ですね。ですので、このマネックス条件に関しては、まあ基本的に今利用されている方でね、10万円に引き上げるっていうのはね、ちょっともったいないかな、なんていうふうに思いますので、7万円から10万円以下だとね、0.2%まで下がりますからね、ちょっとこれはね、残念ですよね。一応ね、上限はね、あの、10万円までね、発表されたんですけども、まあ、還元率は下がってしまうって言った形になります。 それでは次に三井住友カード積立投資サービス内容改定のお知らせということで発表がされております三井住友カード積立積立設定可能額を月間5万円から10万円に引き上げを予定しております設定可能引き上げの実施時期や引き上げ後のポイント付与率各種条件は現在検討中です決定次第速やかにご案内しますということでここですよね引き上げ実施後のポイント付与率などの各種条件は 検討中ですということで、隠す条件っていうのはね、記載がされているっていうふうになりますんで、これはちょっとね、どんな感じになるか分かんないですね。ポイント付与率が下がるかもしれないですし、まあ、隠す条件もね、ついて、そこ売り対策とかも、まあ、入ってくるかと思うんですけども、まあ、ひとまずね、現時点では、まあ、5万円から10万円の引き上げね、予定されているんですけども、まあ、内容はね、 なんところまだ発表されてないって言ったがちになります。はい。ということで、こちらがね、私の方でちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、こちらね、新しい、あの、今回の発表を受けてね、変更させていただいた部分っていうふうになりまして、前回のが、えー、今までのはこちらですね。で、えー、こちらが台場証券コネクトと SBI 証券。で、次にこちら楽天証券とマネックス証券、au 株コム証券ということで、まあ気になる方はね、こちら、あの、画面止めてね、あの、スクショでも撮って見ていて、 で今回発表されたのを反映させていただいたのがこちらです。でこの黄色い部分に関しては今現時点のねポイント還元率をそのまま反映させたえ表っていう風になっていますんでここの黄色い部分だけねあのどうなるか分かりません。まだで、ね、で発表されてない部分ですねで SBI 証券に関しては、えー、10万円までのね引き上げは発表されているんですけども、このね、還元率がどうなっていくのかっていうのはまだ発表されてないんですよね。 で、これがね、もし今まで通り、まあこれはほぼほぼありえないと思うんですけども、もしね、このままだった場合は、もう本当にね、プラチナプリファードとかとんでもない還元率になりますんで、年間6万ポイント取れて、年間4万2000円で回りにも交換できますし、年間3万ジャル回りにも交換できてしまうみたいな、まあこういった感じになりますんで、まあここはね、この2つは据え置きされたとしても、ここはまあ、据え置きされないと思いますんで、 まあ、順当に行くと、ここが2%とかになるのかな。2.5%とか。ここと多分差別化は絶対してくると思いますので、まあ、年会費も3万3000なんでね。しかも今まで5万円をね、歌って、あの、募集をしてきたところもありますんで、5万円までは5%還元みたいな感じでやってくるかもしれないですよね。ちょっとこればっかりはね、わかんないですけども、 まあこれがね、どんな感じになるかね、非常に気になるところですよね。まあ5%そのままでいったらね、本当に SBI 証券マジ神だと思うんですけども、さすがにそれはね、あり得ないと思いますし、まあここもね、今んところ対策入ってませんので、間違いなくここはね、対策入ると思いますね。今現在ね、まあ即入りしてもね、ポイント取れるっていうふうになりますんで、もうやらない理由はないぐらいでね、皆さんやってると思うんですけども、まあ今後ね、こちらがどうなるかっていうところですよね。 それでは次ですね、楽天マネックス au 株コム証券ということで、えー、今回ね、楽天証券は、えー、10万円の引き上げが発表されて、一般カードが0.5%還元、ゴールドカードが年会品2200円で0.75%還元、プレミアムカードが11000円で1%還元ということで、ポイント還元率もね、そのまま据え置きっていうふうになりますんで、 10万円そのまま、えー、ポイントはね、あの倍になって、今よりね、倍になって利用することができるっていうふうになりますんで、今回のね、引き上げが発表されたことによって、一番お得なのは、えー、一般カードではなくて、ゴールドカードになるっていうふうになるんですよね。こちら年間の獲得ポイントね、えー、一般カードだと年会費無料で、毎,毎月で、ね、10万円積み立ていただくと年間6000ポイント、えー、取れるわけなんですけども、 ゴールドカードの場合は2200円年会費かかりますよね。かかりますけども、総獲得ポイントは9000ポイントっていう風になりますんで、これね、年会費引くと6800ポイントになるので、一般カードよりゴールドカードの方がね、お得になるっていう風に、 なるんですよね。ですので、もしね、これから楽天証券で、クレカ積み立てね、10万突っ込んでいくっていう方は、もうね、一般カードでもなく、プレミアムカードでもなく、ゴールドカードがね、一番おすすめっていう風になりますんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。今までね、私の動画の中では、このね、あの、プレミアムカードね、一番このクレカ積み立てに関しては、プラチナプリカードの方はね、まあ、それはいいんですけども、楽天プレミアムカードはね、プライティパスがね、 回数制限無料で利用することができていたので、一番おすすめポイントでもあったんですけれども、ま、来年の1月1日からですね、このプレミアムカードのプライオリティパスね、年間5回まで制限が入りますので、ま、他のね、クレジットカード対策でも作ってるって方はほとんどだと思いますので、ま、これから利用される方は、ま、ゴールドカードをメインで、クレカツミタでやってる方に関しては、こちらがね、おすすめっていう感じですかね。ま、やっぱりプレミアムカードね、1万1000円かかってしまいますんで、 10万円で1%取れたとしても年間獲得ポイントは12000ポイント。年会費で、ね、11000かかってますんで、うんっていうところですよね。ですので、もしやられたいっていう方はゴールドカードをね、切り替えて、一般カードの方もね、切り替えてやられた方が、まあお得ではないのかなっていうところですかね。で、次にマネックス証券ですね。先ほどね、説明した通り10万円までの引き上げはね、発表されたんですけども、こちらがね、あの残念な感じで、7万円以上から10万円までね、利用してしまうと、ポイント還元率は 0.2%還元いいう風になってしまいますんで、まあ、ちょっとこうね、空欄にさせていただきましたけども、まあ、利用する金額によってね、こちらの獲得ポイントもね、変動するっていう風になりますんで、まあ、マネックス証券ね、5枚まで利用していただくのはね、いいのではないのかなと思うんですけども、それ以上だとちょっとね、詰めはね、できないのかなっていうところですね。 で、次に AU 株コム証券ですね。こちらね、今回の発表の中で、非常にね、良かったポイントであるのが、この年会費無料のね、a u ペイ一般カードであっても1、1%還元が取れるっていう点ですよね。まあ、他のね、証券会社でも、年会費無料だと0.5%とトがなってしまいますんで、今回ね、この AU 株コム証券に関しては、一般カードの年会費がかかんないクレジットカードでも1、1%還元がね、ポンタポイントで取れるっていうふうになりますんで、 au 株コム証券でね、クレカ積み立てやられるっていうのはね、非常にいいですよね。これから今やっている方も、これからやる、始める方もですね、au ペイカード持っている方、まあ、発行してね、利用していただいてもね、非常にいいのではないのかなと思います。年会費かかんないクレジットカードですからね。はい、こういった感じになります。 はい。ということで、今回ですね、各証券会社がクレジットカードのクレカ積み立てのね、上限金額を引き上げ発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけれども、やはりね、SBI 証券のね、クレカ積み立てのね、ポイント付与率、各種条件ね、非常に気になりますよね。一体どうなっていくのか、またね、あの、発表ございましたらそこをね、出したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。 いたします私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウント最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断マイル診断マイルクリカ診断ポイントサイト診断ねこちら無料で利用することができるようになりましたので是非ねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ